2010年ヨーロッパフィギュアスケート選手権は2010年にエストニアで開催されたフィギュアスケートのヨーロッパ選手権である。2010年ヨーロッパフィギュアスケート選手権は国際スケート連盟の主催によるヨーロッパフィギュアスケート選手権の2009から2010年シーズン開催である。シニアクラスの男女シングル、ペア、 アイスダンス種目が2010年1月18日から1月24日までエストニアタリンのサクアリーナで開催された。バンクーバーオリンピックを直後に控え表彰台争いとともにオリンピックの前哨戦としてまた国によっては選手のオリンピック出場がかかって緊迫した大会となった。今回男女シングルではショートプログラム後それぞれ上位人がペアでは 上位16組、フリースケーティングへ進み、アイスダンスでは、オリジナルダンス後の上位16組が、フリーダンスへ進んだ。国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ各国のフィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ、各国に対する出場枠は種目ごと、前年大会の結果により1人から3人までと決められた。出場人数ルール詳細については、 ヨーロッパフィギュアスケート選手権各国の大会出場枠についてを参照。ありがとうございます。